皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は5月28日の午前中でございます。本日のテーマは現在のアーの H への思いでございます。何かねこの辺りでたくさん引かされておりますので、早速ですがいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。始めさせていただきます。ペンショナーの逆、こちらね先日、N ガシーの夫人に対する思いで出てたんですよね。でその時はこちらが夫人、この犬が N ガシー、そのように見えたんですけれども、まあ、今日はねこちらがアー、そしてこのちょこんといる犬が H、 そんなイメージで読むカードなのではないかと思います。これはねゲームに好ましくない時期っていうのが N の一番に来るんですよ。でこのゲームというのは企みとか勝負とかお仕事とか、それに H は好ましくない時期、そういうふうに思っている。それからね散々お金使ってるんでしょうね、お金の無駄っていうのが出てますし、あとね強欲とか貪欲とかいうのがあるんですよ。この強欲とか貪欲は自分のことなんじゃないですかって私は思うんですよね、あとはね余分なお金とかそういうキーワードがございます。お金の余裕とかね、これはね単に頭がこうお金に縛られているだけかなと思うんです。その思いで H を見ているっていうことをカードは伝えたいのかなと思うんですよ。決して H のことを強欲と思っているとか余分なお金があるとかそんなことではなく、そういうふうにお金のことで H を見ている、そんな感じがするんですよね。あとねもう一つはこれ今回はですよ、何か危険な短所、危険な欠陥がある、それはどんなことかというと、例えば凶暴であるとか獰猛であるとか意地が悪いとか、なんかそんな感じ。これどちらなんでしょうね、なんかここはちょっとね触れずにおきます、でもなんかそれがすごく来てることだけは伝えておきます。 アー が H に対してそんな部分があるのか、それとも H の中にそんな部分があるのか、2人ともなのか、ちょっと出てます。凶暴獰猛、意地悪、あんまりね性格良くないんですよ。悪意とか恨みとか、敵意とか反意とか、あんまりいいあれではないですね。あとは裏切り、とにかく疑ってるんですよ。疑り深いとか、裏切りの疑いとか、そんなのとか、あとはね、あんまり良くない、本当にね悪徳金融とか、この前も申しましたが春を売るね、そういう商売の斡旋とかね、なんかあんまりいいことしてないようなそんな感じ、これはね、アーがやっぱりこちらでそんな感じで H を見ているのが強くあるんでしょうね。だからこれが出てくるんだと思うんです。決してこの思いだけじゃないんですよ、それはわかるんですけども、カードは N1 番にこれを出してきている、そういうことなんですね。そういうフィルターを通していつも H を見ているとか、その思いで H を作ってるんですよ。なるほど、これはこういう感じですね。この眠っているのが H で、自分はこの下にいてこう操作しているような、そんな感じなのか、それとも誰か他の人物なのかね、キーかもしれないですし、とにかく H は眠っているっていうことなんですよ。で、伝えられるのはこう R からすればですよ、あなたの状況や環境を明らかに見る能力がない。 H は H の状況とか環境を明らかにはっきりと見るようなそんな能力はないっていうこと、それが出ている。それから
H は現実というものを生きていない。わかる気がしますね。あなたは間違った情報を与えられて、そしてそれに導かれて欺かれている。だからこの人物が天皇になれるわけがないんですよ。でも間違った情報を与えられて導かれて欺かれている。自分も一緒なんですけどね。ちょっと今回はそれを置いときます、ね、それを置いておかないと読めなくなるんですよね、うん、これああもう一緒じゃないかとか言ってしまうとちょっとあの読めなくなってくるので、ね、あとはね、誰かがあなたをうまく利用してあなたの特典を生かしてそして悪用する可能性がある。要は軽い見越しになるということなんですよね。もうなってるんですよ、十分にそれが出ている。で、希望とか期待というのはもう非現実的であると。 H にとってはもう非現実的。それそうですよ、つくふ自体もそうですよね。天皇以前につくふもそうですよね。とにかく歪められたようなそんな現実を生きていて、社会常識には合わない人、社会常識だけじゃないと思いますよ。それから高すぎる間違った期待の結果として押しつぶされる、そんな人、無双感が出てるんですよ。要はもう自分では実現できないようなことばっかり考えていると。でもね、考えているのはおそらくこう周りのものなんですよね。そういうふうに育ててるんですから、そういう意図で作ってるんですから、始まりからね。まあとにかく眠っていると、夢を見ている、ね、いい夢なのか悪夢なのか夢を見ている状態だと。一番これから来るのは、とにかくもう H にはその自分の状況とか環境とかをはっきりと見る、明らかに見るようなそんな能力はない、能力がないんですよ。みんな知っています。うん、これはね25番逆なので、なんかねごく一部の達成、今のところね、そんな感じですね、うん、とにかく多くのエネルギーと努力を注いだ後にだけ前向きな動きが起こると思っていて、今の段階ではまだごく一部、ほんのわずかの達成、そう思っている。ウィドは lot of money proceeding、 これはね、やはり男やもめと読んでそのままでよろしいんではないでしょうか。これ女性を葬っている、ね、そういう中で、だって女性を葬るために作った子ですよこれね、もともとね。でもうすぐここに来るのがもう1枚目のこのペンショナーですよ、これね、たくさんのお金、それから、まあ、継承もそうですし、遺産とか相続財産とか相続物件とかもそういうのも全部ね。でこれ今何か進行している事態の成り行き、そういうのを見ている。コンスタンシー、ワイフ、ソルジャー、これは普遍、そして信念、これはキーです。でいつもこれ陛下って見えるんですけど、おそらく今回はこれはキーがいつもいつももうこうなっているってことだと思いますよ。戦っている、ずっとキーが戦っている、それが出ていると思います。本当にね、たっちゃんの亡霊ですよね、本当に。ね、これ木入れたことは本当にね、まあ、恐ろしい罪ですよね。木を入れたっていうのは本当に恐ろしい罪だと思いますよ、これ。Lover, fortune,
desire、うん、そのままですね。これは H、うん、まあなっちゃって男系男子もそうなんですけど、今回これ H かなと思いますよ、うん、もうね成功とか幸せとか愛というのは H とともにと、それをすごくここで、まあ、要求とか欲求欲望、それから切望渇望している、それが出ている。子供の幸せというよりもこれを通して自分がっていう、それが出てますよね。11番セージ、これもねもう本当にあのこうどの口が言うになってしまうとダメなんですけど、まああのあーから、これ今回はあーから H への思いなので、これねとにかく、世間知らず考えが甘い、そんな取り組み方をしている、これをあの勉強ですかね、ねお勉強ですかね、うん、あなたが直面している問題を真面目に考える、真剣に考えるということが不足していると、ねね、まあまあ、あーはそういうふうに思っているんですよ。あとはあなたに値するもの、H に値するものを手放す傾向にある。これ私東大とかだと思いますよ、うん、怖な値するものですって、うん、これねあの天皇とかも当てはめられますけど、この手放す傾向にあるっていうのは今回はこれはやっぱりお勉強のことを言ってると思いますね、うん、そして自分自身をも諦める傾向にあると。諦めるというのはそのねごんべんの諦めるじゃないんですよね、自分自身を明らかにするなんですよ。明るいという字ですよこれね、え本当にもう明るいという字で自分自身を明らかにすれば、まあ当然のこととして諦めて当然ですよね、ね、うん、あとは順応性と妥協、それから情報を必要とするようなそんな状況にある。これやっぱ大学ですね、うん、大学ですねこれ、順応性ですって本当に周りでねそんなことをあのさせようとしている者たちが聞かなきゃいけない言葉だと私は思うんですけど、まあ、ちょっとそれは置いときますね。ミリタリーパーソン、リビングルーム、うん、あ出た、本当面白いぐらいこのカードは H ですよね、本当に必ず出てくるね、本当にこれ、ね、ちょっと見た時今ゾッとしましたよね。この前のエトセトラジャパンさんと木造さんのではないですけれども、これ何ですか、国家元首統帥権ですかって思うぐらいですよ。そんなのもあるかもしれませんよ、 H に統帥権をというね、えありえますよ、ありえますって、あのあーならば。でもね、あとはねこのカードから思うのは、例えば皇宮警察とか医師とか、とにかくこれユニフォームを着ているそういうあの職業の人たちを表すので、まあ、白衣の医師であれ、ね、皇宮警察であれ、そういう人たちに守られている状況なんじゃないかなと。とにかくこれが訴えているのは安全の必要性がある、何かにつけてちょっと危ない状況にあるっていうことなんですよね。これは大げさに考えなくても、いやその、ね、あの本当に天皇ご一家に我々が大丈夫なんだろうかと安全を祈るような、そんな安全ではなくて、秘密がバレやしないかとか、そういうことなんじゃないかとも思うんですけれどもね。あとあの健康問題ね、そういう情報が漏れやしないかとか、うん、それから、うん、あとこのカードが示しているのは、この特定の問題というのはもうまさにそうなるように予期されていたというのが強く強く出ている。でこれはねやっぱりね、皇宮警察とか医師、まあ、これは、まあ、あくまで私 の, あの、まあ、選んだユニフォームを着ている人物なんですけども、そういうのに守られてここにいるんじゃないかなと思います。これ本当にプライベートな H の領地なんですよ、うん、H 自身の4つの壁、 H がこの中にいればあ安全だと感じられてホッとできるような場所、でここに出ている安全の必要性とちょうどリンクするんですよ。そういうところにいる、まあベッドに横たわっているのかもしれないですし、引きこもっているのかもしれない、わからないですけど、中にいる様子がわかる。
で、これはもう若い息子 H のことですね。これはね、本当はポジティブな知らせが入るっていうような、そういうことを示唆するとってもラッキーなカードなんですけれども、これにももう一つあるんですよ。共通してます。安全の問題っていうのがあるんですよ。なので本当にね、これ3つとも3枚とも伝えているのが安全の問題です、うん、あとね、H、 これ幸運とか開運のお守りなんですよ。幸運を呼び込むものだから、そういう存在として生まれているっていうのが分かります。ここに出てます。でも今はどうなんでしょうね。ね、次、ちょっとここがすごくたくさんね引かされてるんですよ。ちょっといきますね。ウーム、カンサレーション、ウェイティング。やっぱりね、これね、重ねて出てます。これなんですよ。これ居場所、 H の部屋なんです。その H のお部屋の中にいるんですよ。これで何をしているか、もうこれね、慰めるとか安らぎとか、まあ、敗者復活という意味もあるんですけど、まあ、慰安、ここで何か慰められている感じ。そしてもう一つ、何かを待っているだけなんですよ。なので例えば大学とかにしても努力してないんですよ。もう待ってるだけなんですよ。それが出ている、ここの中でただ心を安らかにしながら待っている、そんな感じ。これがその即位であれ、なんかもうゾッとしますね。もうやめときましょうっていう感じですね。言いたくない。もう待つとか待機とか、もう満を持するとか、そんな意味がございます。やっぱり部屋の中にいる、うん、次、ポストポンドミーティング、 No worriesなんでここにマルイチが出るんかな。ちょっとこれ何かが延期されている。例えばですけど、予定とか約束とか会議かもしれない、ね、まあ、誰かと会うようなことが延期されている。でも心配ないと、ここで結婚、幸せな結婚というのが出てるんです。これね、もしかしたらちょっと H のこと、 H に対する思いなんですけども、これ資格かもしれない。もしかしたらちょっとそういう感じもするんですよ。要は H と無関係じゃないからこれが出てくる、そんな感じがする。ちょっと延期されているけれども、まあ大丈夫だと、心配いらない、まあ、幸せな結婚。これ H の結婚って感じがあんまりしないんですよね。それか結婚で出してますけども、もしかしたら即位かもしれないですよ。これそのことかもしれない。もっと言うなれば、あのね、青年式ですか、あれのことかもしれない。何か式をこの一枚で表しているのかもしれない。カードは延期されているんだけど大丈夫と、心配ないと、幸せな青年式待っているみたいな、そんな思いかもしれない。ちょっといろいろ申しましたが、時にはね、そのうちのいくつか被ってる時もありますから、うん、メッセージ、ハウス、またマリッジだね、え、朗報が届くなんですよ。これアジトでしょ、これ結婚なので、これを結婚と読むかどうかってことになるんです。結婚だったら朗報が届くって、これね、例えば今鹿かもしれない、ね、何か朗報が届くんだと、そういうことになっているんだみたいなかもしれない。でもね、まあまあ H には関係してきますよね、朗報が届く、うん、これまさか女性見分けですか ね、で結婚とかね、うん、それかこれが本当に H の青年式と考えて、朗報が届くと、アジトに届くと、なんか病院みたいになってますけど、アジトに届くと大丈夫だっていうふうに思っているのかもしれない。カードを伝えたかったんですね、これをね。ん？プロシーディングス、レターライティング、ドクター、セスト、
あ、これね、これね、もしかしてなんですけれども、うん、これね、今の我々の陳情書だと思います。これね、何か進行しているんですよ。一歩一歩何かが、手続きとか手順とか何かで、これ、ね、書簡を表すんです。何か書いて出しているんですよ。手紙とかはがきとか、これ陳情書じゃないですか、ね、それによってほら、 こちらは病気だし、もうね、危なくなっている、奪われそうになっている、そんな思いかなって感じます。もう自分がこれじゃないですかね、自分たちがこれですよ、本当に歴史に残る大泥棒ですよ、本当に。あ、これもね、成功とか達成とか合格の遅れ、うん、あ、またなんかコソコソしてますね、これ。フレンド、うん、フレンド、これは、まあ、一応お友達にしておきましょう、ね、フレンドなのでお友達で。これ成功達成もうね、これね、本当合格っていう意味もあるので、もしかしたらまたね、今学校のことが出てるような感じがする。あの、考えが甘いとかいうあれもそうでした、うん、自分自身を諦める傾向にあるってね。これ合格が遅れているので、もうこれなんかしてるんですよ、こそこそと。 裏か影か闇か水面かが何かやっている。でここに出てるのが友達って出てるんですよ。これね、影武者じゃないですかね、え、そんな感じがするんですけど。次見ます。Hope Love Friend。 あ、ここにも出てきた。同じじゃないですか、これ。これ何か期待しているんですよね。ここ何か、まあ愛が出てるんですけど、これは家族愛であれ恋愛であれ、まあ愛情、うん、期待してるんですよ。でここにまた友達が出ている。これ友達のね、サポートなんですよ、まあ、友人、味方になってサポート。やっぱこれなんか これ同じじゃないんですかね。そう思いますよ、なんかこそこそでやってる、うん、いやー、結局どこへ行こうが学校へ実際行くってことになったら、これ影武者なんじゃないですか。ちょっとあのね、ちょっと今劇場ですか、本当に。Calm, rest, difficult choice, good player。 また出てきた。これもなんか同じような気がしますよ、これ。良い選手ね、良い選手、あーじゃない、あーじゃない、 H ではないんですよ、良い選手。これが、私はこれが H だと思うんです。休養してるんですよ、うん、静養とかね、休養とか静かにしてるんですよ。で困難な選択で、ここで何か話し合ってる、良い選手をね、そんな状態なんじゃないんですか。ハイマルしかないですよ、これ。本当に悪だくみばっかり。 Thought Despair Frivolity。 これはまさに、もうまさに今の状況だと思いますよ。もう心配事なんです、頭抱えてます。 H に関して、で、あー、もう絶対絶命なんですよ、絶望窮地ですよ。でここに軽率さが出てます。本当ならばこれは芋虫が蝶に変わるような、そんな絵ですよね。でもいつまでも変わらない感じ、もう本当に、うん、もう絶対絶命な感じが出てますよ、これ。ほら、もうね、これもう、またね、そこへ持っていくとダメなんですけど、でもまあ、もう同じ、もう全員同じですよ、もうキーも、しかも、え、Without you knowing ですね。Joy, journey, journey。 どうもこれ、え、なんだろう。あなたの知らないうちに気をつけろと。
これは何かすごい喜びとか満足で旅ってなっている。これあなたって誰、あなたの知らないうちに。これ旅ってこれ利宮殿下ってことないですかね。でこんな風に見えてる、喜びとか満足とか。利宮殿下の喜び満足じゃないですよ。そうすることによって国民が喜んで満足してるんです。歓喜の声を上げてるんですよ。あなたの知らないうちに気をつけろと。このあなたは H ですかね、うん、その間にこういうふうになっていってるっていう状況、うん、あまり恐ろしいことまでは考えたくないですよね。利宮殿下の知らないうちにとかねごめんなさい。このジャーニーってなんかすごい気になる、うん、次いきます。 Faithfulness、 またほらね、ジャーニーエナミー、ちょっと待って、あなたの知らないうちに。そしたらちょっと待ってください。こうでしたね。これって利宮殿下じゃないですか。やっぱりなんかそういう気がする。だって見てください、これも信頼とか忠実とか律儀とかね、そんな感じなんですよ。忠実にね、ご公務されているような。でそれをじーっとライバル、競争、敵が見てるんですよね。これちょっとこのまま下げます。あんまり、次いきます。ちょっと待ってください。他に例えばこの旅をね、ごめんなさい戻って、これをこの旅を例えば今鹿がギリシャ行っていると、そういう風だったり、あとは H が旅をする、うん、前なんかどこかね、長野あたりにどうのこうのって言ってる、病院へとか言ってる時はこのカードが出たんですよね。でも旅、あなたの知らないうちに、例えばね、あなたの知らないうちにっていうのは、これ我々の知らないうちにだとするじゃないですか。国民は知らないうちに、 H はね楽しくやってるよ、旅へ行ってみたいな、どこか旅してるんだよ本当はみたいなね、そういうふうにも取れる。敵はもう見てますね。でも何か訴えている、このね、やっぱ2回ずつ出てるんですよね。不思議ですよねカード。これほら、ジャーニーは2回出てる、それからフレンドもでしたでしょ、2回出てるでしょ。絶対これは何かね、キーワードですよ。教えてます、必ず我々に伝えてます。これね、ほら2回ずつで、もう私にもう見逃すなよみたいな感じで出ているような感じがする。では最後の3枚で現在の H への思い。 Rider Nice、 はい、もうそのまんまです。これがね、我々国民ですね。やっぱりさっきのあれ陳情書かもしれないですよ。これ我々国民なんですよ。もうずっと頑張ってるんですよ、利宮殿下を、ね、女性天皇にということでね。でこれはその活動とか運動で、ニュースも情報もね、動きもね、あの耳に入ってきてるんですよ。これ入ってきてるんです、このガリ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 が、ね、自分ももうやられてますからね、ずっとガリガリね。でそれでこれもうアーケーH は自由を奪われる、制限される、ね、だからだって今までこそこそ陰で卑劣なことやってきたわけじゃないですか。汚いこと、ずるいこと、それができなくなるんですよね。制限されている感じ、自由を奪われている感じ、足を引っ張られている感じ、もう出てるんですよ。でこのままだと、もうこのまま深く沈められる、ずしっと沈められてしまう、こうなってしまう、もう浮かび上がることはできない、そんな感じが出ているんですよね。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。
私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。